パイオニア・オブ・ザ・ナイルとは、アメリカ合衆国で生産された競争馬である。現役時代の主な勝ち案は、サンター・ニ・タ・ダービーなど。8月に、ケント・デザーモが起乗して、芝の競争馬デビュー戦に出走したが2着で、3週間後のデビュー2戦目を制して初勝利を挙げた。10月には重賞を呼び、G1 競争初挑戦で、 初のオールウェザーとなるブリーダーズフューチュリティステークスに出走したが、スクエアエディに敗れて3着だった。そして3週間後のブリーダーズカップジュベナイルでは、ロビー・アル・バラードに乗り換わって出走したが、同じ旧車のミッドシップマンに敗れて2着、スクエアエディに続く3着だった。その後12月に、ギャレット・ゴメスを新たに暗状に迎えて、 キャッシュコールフューチュリティに一番人気で出走し、人気に応えて勝利して、G1 競争初勝利を挙げた。この年の初戦は2月のロバートビールイス・ステークスに、引き続き、ゴメスが起乗して出走し、一番人気でレースを制して、重賞競争2勝目を挙げた。続く3月のサンフェリペ・ステークスも制し、重賞競争3連勝で挑んだ4月の、 サンターニタダービーも一番人気に応え解消し、4連勝で G1 競争2勝目を挙げた。そして迎えた5月のケンタッキーダービーでは3番人気で出走したが、福平マインザットバードから6抜身3、4差離された2着に敗れた。続くプリークネスステークスでは2番人気に押されたが、見せ場がなく11着に終わった。 プリークネスステークスから1ヶ月が過ぎた7月の初め、バファーとは、パイオニア・オブ・ザ・ナイルが、左前足の故障によって、競争能力を失ったことを説明し、競争場を引退した。引退後の2010年より、ケンタッキー州にあるバイナリースタッドで、種ボバとして強要される。初年度の種付け量は2万ドル。2013年にウィンスター・ファームウェイド。 同年に初年度3区デビュー。2014年に2歳、G1 をいずれも圧勝で2勝し、同年のエクリプス賞最優秀2歳ボバに選出されたアメリカンファラオを出したことで、2015年の種付け量は前年の3倍となる6万ドルに増額された。アメリカンファラオは2015年のケンタッキーダービーに優勝し、2着だった父の無念を晴らすなど、 1978年のアファームド以来37年ぶりにアメリカクラシック参加を達成している。2019年3月18日に体調を崩し診療所への搬送中に死亡した。主な産区米国日本韓国1ポンドは約0 4 5 3ラム安城のゴメスは初のバファーと旧車は8年ぶり4度目の同競争勝利となった。 安城のゴメスは、初の、バファーと旧車は8年ぶり5度目で、歴代最多勝ちとなる同競争勝利となった。三冠馬アメリカンファラオの父、パイオニア・オブ・ザ・ナイルが急死。ジャパン・スタッド・ブック・インターナショナル。2019年5月11日閲覧。キー・ケファー、ボブ・ムーン・チーフ・サージズ2、コリア・カップ・ビクトリー。BLOODHORSE.com。 https www.bladthorse.com ホースレーシングアーティクルズ235656ムーンチーフサージズ2コリアカップビクトリー2019年9月9日閲覧 19ytn1-1 ホースビズ、https コロンスラッシュスラッシュ www.horsebiz.co.kr スラッシュニューススラッシュ a r t i c l e v i e w h t m l i d ュ g j u n イコール345112019年9月9日。閲覧。ありがとうございます。